はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、イブリチュアネイレイマナス君が実装されましてですね、実はですね、儀式ソリティア界にもね、革命が起きているということを皆さんにお伝えしたい。これ何かっていうとですね、イビレチュア・ネイレイ・マナスが、何ができるかっていうと、儀式召喚に成功した場合に自分の墓地の水属性モンスター1体対象として、そのモンスター特殊召喚するという効果を持ってるんですね。で、レベル10が2体並ぶんですよ。要するにイビレチュア・ネイレイ・マナスでイビレチュア・ネイレイ・マナスが蘇生できるんで、蘇生制限満たしてはね。だからネイレイ・マナスでネイレイ・マナスを出すっていう動きを基本的にはできるじゃないですか、リチュアって。あ、でしかも儀式、リチュアの儀水鏡が無限にリソースを回復してくれるんで、レベル10のネイレイマナスをバン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 横に並べることができるっていうギミックなんですけども、これね、レベル10が2体並ぶと何が起きるかっていうと、グスタフマックスが無限に出せるんですよ。はい。で、もちろんね、3枚しか基本的には入んないんですけども、その今回ね、ご紹介する最強ギミックね、ゲールドグラループっていう、これ何回も僕動画にしてるんで、ご存知の方も多いかもしれませんが、ゲルトクラにその粘土増幅装置くっつけて、一生3000ライフ払わなくて、そのループするっていう、この辺のカードを。っていう無限ループコンボがあるんですけども、これで儀式モンスターとかを無限に回収できるんで、これでレベル10を2体並べて、グスタフを今回は4連打していくというデッキですね。これね、もともとね、別にできたんですけど、儀式モンスターをその回収するギミックがいっぱい入ってればね。ただね、これ問題があって、遊戯王マスターデュエルって300秒しか時間ないんですよ。なんか解約されまして解約か改良か分かんないけど、ソリティア界では解約と言われてんだけど、300秒でね、回んなかったんだよね、その儀式のレベル10を並べてグースタフを4連打するってデッキが。これね、ネーレーバランスが来たから、ネーレーバランスがね、すげえ簡単にレベル10に2体並ぶからね、時間短縮になってて、時短になってるんです。タイムレースコンボがギリギリタイム内で収まるようになりました。はい。早速ね、この圧倒的ソリティア、ご覧いただきましょう。デュエル。スタンバイ。あー、手札強いっすね、これ。これ、無限法要も、うららも、G も一応、ケアできますよ。エフェクトベーラーも。これはね、最強ハンドと言っていいね。ビーナス出していきましょう。さあ、これで、ちなみに、ハンマド待機は、お互いのモンスターがお互いにその、対象に取れんくなるっていう効果がありまして、これで無限法要エフテペーラーは、僕のモンスターに効きません。一応ね、サウラビスがいるんで、それでも無効に生きるんですけども、圧倒的対象体制といったところですね。さあ、相手何もなそうですね。あと、ニビリグレーか。ちょっと分からしていくスタイルでいきますよ。とりあえず、スプライトエルフとスプライトスプリンドを、爆誕させまして、これお得意のあれです、ゲールドグラループします。はい、ドグラループしまして、儀式モンスターっていうか儀式パーツですね、これをかき集めていくというところで、ゲールドグラ君が爆誕して、でゲールドグラの効果を発動。ゲールドグラの効果によってアークデクレアラーを墓地に送りまして、アークデクレアラーの効果によって高等儀式を持ってくる。で、ゲールドグラ君は一応一旦に自動制限ないので、アークデクラ、ライフポイント3000払わなきゃいけないんですよね。これちなみにビーナスから入っているんで、なんと残りライフ500になりますライフ7500を支払ってコンボパーツをかき集めるというね、あまりにも自称コンボで、ギガンティックスプライトを爆弾させていく。 OK で、高等儀式発動。で、高等儀式によってアックソリーダーを墓地送ってこれは別に何でもいいんですけどね、戦意足のレベル4であれば、通常ので、バトスバスター効果で、マクティアル。で、マクティアル相手にチラ見せすると、召喚劇が増えるんで、これでマクティアル爆弾。で、マクティアル効果発動して、自分の墓地から、通常モンスター特殊ができるんで、これでアックソレイダー特殊。で、2体で豪栄の剣士します。これはね、戦士族に変えたいだけです、これ。モンスターを。はい。で、豪栄の剣士と、アックソレイダーでイゾルディングしていく。聖騎士の追走、イゾとルデ。はい、これ効果発動は破棄だな。イゾル効果、ここまではお決まりムーブって感じなんですけども、はい。で、リナルドを爆誕させまして、でリナルド効果発動しまして、増幅させていきましょう、粘土をね。はい、デビルフランケンさんがいなくなって、この粘土増幅装置使うのはもうゲールドグラックンくらいしかなかなかいないですねデビルフランケン君がね、
いたらね、いくらでも、使いこなせたんですけどね。ゲールドグラぐらいしか、このライフを払ってなんか無限に効果使えるみたいなコンボないからな。他になんかいたっけ？なんかこの最強コンボ。これなんか爆弾させるコンボあったら教えてほしいの、逆にみんな。ライフを払ってやばいことするモンスターがいれば、ゲールドグラでなんかやばい、ゲールドグラ以外にもやばい動きができます。はい、ちなみにこっからはもうなんか無限レープしてるだけなんですよね。エクサレキは15枚という制約があるんですけど、一応オメガで戻してあげればもう無限に使えるんで、これであとはデッキの中の儀式モンスターと儀式パーツをひたすらにかき集めるだけって感じ。さて、ネーレイマナス君が、かき集まりましたので、コンボ入っていきましょうか。ネーレイマナスはね、ネーレイマナスを蘇生できるんですよ。はい、ネーレイビルチャーネーレイマナスってモンスターね、これ自分の墓地の水属性モンスターを特殊召喚できますよっていう効果なんですね、これ。儀式召喚した時にで、要はネーレイマナスを儀式素材にしてネーレイマナスを使うと、儀式召喚するとネーレイマナスをそのまんま特殊召喚できるんですよ。これ何が起きるかっていうと、こちらにリチャーの儀式鏡は儀式モンスターをデッキに戻すと儀式をね、これまやミスった、ちょっと待って、喋ってたらミスった違う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 、手段のやつ使っちゃった。じゃあミスりました。ちょっと待ってください。これで回収しましょう。これリチャーの儀式鏡はこうやって儀式モンスターを回収できるって効果ありまして、でこれでちょっと待って、普通にミスった。これで、フレームロードオメガを、まあ、ちなみにもミスっても大体オメガを送って戻せばもう一回できるからなんとかなるこれプレミケアできますから。はい、でアークデクではここで儀式魔法を持ってくると。でとりあえず一旦グスタフマックスとかレベル10なんですよ。これレベル10のモンスターなんですね、メレイマナス君が。はい、ということでまず一発目射出オッケーで、ちょっとミスったんで、ちょっともう一回あれしますね。これ別にネーレイマナスなんか別にいいんだよな。ぶっちゃけ実質ネーレイマナスである必要はそんなにないんだけども、まあ、一応時間短縮。ちなみにこれマジで時間結構ギリなんですよ。持ち時間ギリギリまで使うのこれ、このコンボタイムレスコンボです、これ実質。はい、でリチャーの儀式鏡を発動しまして、でもう一発ちなみに打っていきましょうと。はい、でこうね、はい、まあ戻して別にね、もう一回儀式すりゃいいんじゃねえかっていう話はあるんだけど、でリチャーの儀式鏡の効果でネーレイマナスを持ってきて、これ間違いないようにしますね。回収しました。で、リチャーの儀式鏡の効果で、命令マナスを素材にして命令マナスを儀式召喚で、儀式召喚ちゃんとしてると蘇生制限満たしてるんで、命令マナスで命令マナスを蘇生する。はい、でレベル10のモンスター2体あと分かります、あと分かりますかね、何やればいいか。グスタフマックスの、2体目を出して、エクストラマジキリなんですよ。グスタフマックスちょっと今回2体しか入れてないんで、はい、というわけで命令マナスを、爆発させまして、まあそうですね、なんかアストラムかなんか出しておきますね、かっこいいから。でこれでちなみにリプロドクサーどういても種族変更ずっとそのターンだったら聞いてるんで、はい、であとはですね、もう一回デッキにカードを戻してもう一回同じことします。はい、以上ですもうしゃべることないです。あと同じことするだけ。レベル1のモンスターが来たんでオーバーレイエクシーズ召喚、残り50秒です。僕は間に合うんでしょうか時間との戦いになってきました、完全に。さあこのままいくとタイムレスコンボが炸裂してしまいます。これはまずい、非常にまずいことが起きております。間に合うかなこれ、45秒やばくない？45秒でこれ大丈夫？これおーっとカウントダウンが始まってしまいました。リュウ選手ギリギリです、非常にギリギリあぶない
危なすぎる。これね、マジでね、命令マナーじゃないと成立しないんですよ。これなんでかっていうと、そのパーツを全部デッキで戻すのに時間かかりすぎて300秒じゃ足りないんで、命令マナスが来たことによってこのコンボをなんとギリギリ300秒で間に合うようになりました。ありがとうございます。4体目対戦ありがとうございました。危ない。残り18秒です。クソベアだよこのデッキ。